現在はオリックスです。開幕投手斉藤投手、一番投手大谷投手、相手も自分もファンも驚かせる手を過去にも打って閣議決定しました。通常国会での成立を目指しており、小学校で次期学習指導要領が全面実施される2020年度から本格的に学校現場での活用を促す考えです。文部科学省によると、現行法は授業で紙の教科書を使用しなければならないと定めており、デジタル版は副教材扱いとなっています。音声や動画などを盛り込めるデジタル版は